コインオブヒエロ2オブシーラキューザヒエロン2世は、第一次ポエニ戦争時代に、シラクサを支配していた人物。当初は選手であったが、後に民衆より王に擁立される。メッシーナを散脱した傭兵集団、マメルキニと対立し、戦闘で破るも、これがローマとカルタゴの軍事介入を招き、第一次ポエニ戦争の原因となった。ヒエロンはもともとは、 エペーロス・オーピロスの将軍であり、彼の下で軍の指揮を行っていたが、紀元前275年彼がシチリアから去ると、軍隊によって、総指揮官に任命され、現地に残ることを決めた。また、シラクサの有力な市民の娘と結婚することにより、社会的に自らの立場を有利にした。その間にマメルティニたちが勢力を伸ばし、メッシーナの町を散脱。 シラクサの領域にまで侵略をしてきた。ヒエロンは軍事行動を起こし三浦へ近くで彼らを破るが、カルタゴの干渉による彼らの本拠メッシーナを陥落させることはできなかった。そして、紀元前264年に再びマメルティニを攻撃、今度はマメルティニたちはローマに支援を求める。そしてヒエロンはカルタゴ側の将軍、ハンノと共同して戦うが、 マメルティニの支援のもとにやってきたローマの失政官クラウディウス・カウデクスに敗れローマとの条約でタオロメニウム異性のシチリア島島岸の支配のみとすることを余儀なくされる。しかし彼は紀元前215年に死去するまでローマに対して誠実な態度を取り続けしばしばローマ軍の支援にも兵力を提供し強力な海軍を持ち続けた。また彼の親族には 巧妙な学者アルキメデスがいる。ヒーロンは、金彩駆使に王冠の政作を依頼していたが、不正に使った金を誤魔化しているのではないかと疑い、アルキメデスに審議の是非を依頼した。複雑な形の物体の体積を正確に測るという困難に取り組んだアルキメデスが、解決策を思いついた際、喜びのあまり、えうれか、えうれか、と叫びながら、 裸で白草市内を駆け巡ったという逸話は有名である。ありがとうございます。